ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのあやのんこと宇佐美あやのと、あゆとれいちゃんこと早川れいみと、きらここと南きらと、ぎーりおこと木更ぎりおと、チェリーこと相田さくら子の6人がお送りしてます。せーの、始まるまーい。存在を忘れて窓を開けるのをやめたいです。始まりました、ミルクセーキ大作戦。イエーイ、3月になったよみんな。イエーイ。わー、そして今日はレイミタンがお休みです。そうですよ、最初なのに。はい、ね、2月マジであっという間に終わったよね。もう早すぎやった。確かに、この間明けおめしてバレンタインドゥエーからのもう3月に早いね。そう、2月は逃げる、3月は去る、4月は知らん。はい、というわけでこれを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージをファックス 0957-27-0840 27-0840、 メールアドレスはにじ @771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、そしてアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。はい、ということでね、第1週目の今日はデキデキデン、フリートークでーす。イエーイ。何を話すんだい。そうね、何にしようかなってめっちゃ迷っただけどね。なんかあれよ、最近さ、もう本当に花粉に悩まされとって、うん、もうアレルギーについてね語りたいなと。なるほど。なんかみんなのアレルギーって意外と知らんやん。なるほど。ちょっとどんどん危なくない、こういうのって。知らん。まあそうね、この人はこれダメだもんね。なるかもしれんやん。そうね、自分で言えよそれ。いやもうなんか喋れない時に、ああってなった時に、誰かが分担でね、それを持っとるかもしれんけど、メイクはされるかもしれんし。そうね。じゃあ寮の物販に並ぶ時はみんな花粉を詰めて、やめてやめて、次の木を持っていけばいいから。なんで泣いてるの。もうあの生誕のあのスタンドフラワーみたいな、次の木でお願いしますね。花束も全部、花束も次の木でお願いしますね。嬉しくて泣いてるんじゃなくて、辛くて泣いてるんだ。もうずっと泣いてるよ多分。でもどうする、本当に鼻が痛すぎや。やめて、もうワンチャンありますからね、聞いてるから。やめてやめて、これは振りだぞ。フルちゃんで、ワンチャンじゃなくてフルちゃんで。やめて。アレルギー。何、そうリオ、花粉ももちろんなんですけど、なんか最近気づいたことがあって、なんかナッツの詰め合わせみたいなおつまみあるじゃないですか。でそれをたまたまお母さんが買ってきて、で家に置いたんですよ、食べずに帰って。で、あ、食べようと思って食べたら、なんかめっちゃ口の中が痒くなってきて、うわーって。今までなったことなかったんですよ。そのでそのまた次のナッツを食べる機会の時に、チョコレートの中に入ってたんですよね。で普通に知らずにちょうだいって食べたら、口の中がめっちゃ痒くなって、あ、ナッツがいかんってなって。ナッツ全部どういうこと。なんかピーナッツは大丈夫、マカダミアカシューナッツとか、そういう系の。アーモンドもダメ。アーモンドは大丈夫です。そのカシューナッツマカダミア系がやばいなってことが分かって、最近病院に行ってないから分かんないんですけど、どうも嫌な予感がする。そうですね、もうこの辺口の中の中がもう、あの舌で痒くなるの。舌でかいちゃう、あのうーんってなりますよ。なったことない、口の中がかゆくなる。でもキウイ食べた後のイガイガみたいなのがずっと続く。
なんか赤くて顔点々出てくるリオ。そう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 、まあ、すごいんですよ。ことだった今。で夏をあげればいいと。やめて。生誕には杉と夏で。杉と夏か。でも夏って危ないらしいですからね。死んじゃうとか言うんですよ。なんかピーナッツエネルギー。ヒエラルキーじゃなくて。ヒエラルキーじゃなくて。アナビラキシー。アナビラキシー。アナビラキシー。それそれ。あー。ショック死みたいなやつ。前までなってなかったんですけど、やっぱ体質ですかね。後から出てきたりとかあるの。怖い。そう、今までなくても急に来るらしい検査あるよ。みんな夏はあげないで、私わかった。フリー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 これは死ぬから、死ぬかもしれない。オッケーオッケー。あゆは自分の茶髪を見るのがアレルギー反応が出ます。あ、アレルギーないよ。でも、そう、なんもない、超元気。でも超元気。そう、でもあの黒髪に最近なったじゃん。で、今明るいんよ最近、うん、髪の毛が明るくなってきて色が抜けてきて、その茶髪の自分を鏡で見たらもうってなる。だから多分、そう、多分アレルギー。だってあんなにさ、なんかさ高校卒業してさ、え、もう明日茶髪にするってさ、もうなんかそうそうそう、しばらくさ、もういいわこれいいわとか言ってた。いや、もうほんとなんか茶髪になって、なんか茶髪じゃない方が良かったみたいなこと言われて、なんか物販とかで、いや、うるせえって思ってたけど、でも今は、あ、あなたのことがその通りって思ってる。もうあなたのことがその通り。私はもうあなたがよく一番分かってるってなった。黒髪にして、だからノーマンにも茶髪にした時に暗くしたくなる時が来るよって言われて、絶対今週って言ったけど、ごめんねノーマン。しかも結構早く来たね、うん、気づく。でも早く気づいてくれてよかった、うん、本当に。やっぱ、うん、ブルーアッシュ最高。でもさ、あゆとかさ、なんかアレルギーないの意外。なんかさ、見た目細いしさ、なんか結構弱そうじゃない？体が気づいてないだけな気がする。あ、何でも食べれるよ。でもさ、最近さ、あれじゃない、パンの食べ過ぎでさ。あ、そう、それを言われた。なんか鼻荒れがやばくて、グルテングルテン、そしたらなんかパン食べ過ぎたら、なんか小麦アレルギーって言ってたっけ、なんかなるんだよみたいな、リオに言われて、今パン控えてるけど、食べようとして今リュックに2個ある。気をつけて。そう、でも1週間単位ぐらいでやめては見てる。でも耐えなくなって食べてる。え、やっぱ肌の調子良くなったりわかんな。でも最近サプリメント買って飲んでんだ、ビタミン C。さっきバッグの中にそうぶちまけた。全部出てた。サプリはね、つぶつぶになる。そう、キラはキラはラーメンが食べられ、そうね、中華が匂いやろ。そうそう、豚骨系よね。そう、わか、知らん、あの知らん。なんか中華系が無理で、でなんか本当にアレルギーみたいな反応が出るのはラーメンだけで、うん、そう、だからもう台湾だっけ行ったの、はい、台湾に行った時はもう死にかけのお猿さん、ね、そうね、あの夜市とかな。だってさ、沖縄そばでも、そう、沖縄そばもね、パーンってなった。大変や。でも何が、何が良くてダメなのかわからないじゃん。多分さ、一番多いのはキラじゃない、食べない。あれダメだ、これダメだ。キラ違う、でも好き嫌いじゃないの。食べられない、食べられないから。ラーメン食べたいんだもんね。食べたい。美味しさは知ってるんでしょ。うん、違う、小3の途中ぐらいまでは美味しくもぐもぐ食べてて、突然食べれなくなって、もうレインボースプラッシュがもう口から来たね。キラキラ祭りや。そう、キラキラ祭りが開催されちゃって急に。へえ。で、あ、これいけるかなって思って、もう一回食べたらまたレインボースプラッシュ祭りになって、だけどこれダメなんだ。みんなでご飯食べに行く時もさ、まずキラに聞くやん、キラどれなら食べれるみたいな。そう、大体カレーよね。そう、大体キラカレー。だからカレーがあるお店あったら、大体何キラが食べれないものがもしあったとしても、テーブル分ければいいみたいな感じやけん。あるけどね。なんだっけ、最近さ、リョウが肉まん食べようってさ、ひょってやって食べれるかなって言って食べれたんよね、肉まんがね。肉まん克服したの、今まで食べれなくてね。そう、なの、なんか数が増えたのいいね。そう、1個ずつね、挑戦していこう。肉まん飽きてる。おしまいよ。おしかった。どんなの？あ、私はアトピーです。え？アトピー。あー、肌か。アトピーってアレルギーなの？は？肌？アレルギーってか、肌質？なんか肌？いや、なんかもうポツポツができたり、猫とかだからちっちゃい頃ダメって言われてて、犬も本当はダメで、ガサガサになったりしたもんね。そう、で首も今なっとって、
うん、多分プー君なんですよ。プー君には勝てないから。プー君がさ来てからさちょっとアトピー出始めたもんね、うん、やっぱプーさプーあいつプー。でもプー君は手放せない。プーどっちもさ、じゃ今ぐらいやけんまだ多分綾乃も我慢できてると思うけど、もっとガッサガサの顔も首も、もうガッサガサになるとするやん。そしたらもうプー君用のお部屋のある広いお家に引っ越します。隔離する、隔離する、やば。え、でも隔離しても誰が世話する？それはよしよしの頻度を下げればいいってことなので。スリスリのどんだけしすぎとんよ。健康服みたいなやつ着てる。あれやろ、蜂捕まえるさ、蜂捕まえる人たちが着とるやつで。やだ。いいやんか。もうスリスリするよ。やだ。服も怖がるよね。なんだこれは、なんだこれは、怖いな。違う人だと思う。あれや、でもアレルギーってさ、なんか聞いたことあるのは、みんなそれぞれコップが持っとって、うんうんうん、でコップの大きさがそれぞれ違うんやって、持ってるコップが。だけど例えばナッツ、うんうん、リオのナッツは持ってるコップにずっと食べたらずっとコップ埋まっていく、その量を埋まっていくんやけど、うん、コップがちっちゃい人はそこから溢れた時にアレルギーになるって、もうダメってなるんですよ。だけどみんな持っとって、だけどコップが多分今ちょうど量いっぱいになったんじゃない、今まで大丈夫やったけど。あ、じゃあ愛ちゃん器のでかい人間ということで。何でも器がでかいんで。ちょっと今うまいこと言ったけど、アレルギーの器がでかい。なんだよ。嫌味かよ。あ、そうだよ。そういう意味では、そんなことないよ。キラはめっちゃ器がちっちゃい。はい、ということでそろそろお時間となりました。メッセージ一度待ってるので気軽にどんどん送ってください。待ってます。それでは私は伊賀ミルクセーキの告知をさせていただきます。明日3月2日土曜日、翌日3日日曜日は長崎県全市町ツアーのご当地編ということで、五島に行ってきます。2日のライブの後にはオフ会もあって、3日は撮影会もあります。みんな私の大好きなふるさと五島にぜひ来てください。かんころ餅せんべいもあるよ、おすすめ。先週さこれ危険やったけどさ、なんか報酬聞くと激しいな。どうぞ。あー、おっちょっぷっぷ。今週のミルクセーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクセーキにお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみミルクセーキ。共有してるだけで。